紙で製図して、うん、布にか落として立体で組んで立体で修正をして修正したやつをまた紙に起こして、うんうん、今紙に写し終わったから修正を、うん、でこれを縫える状態の型紙にするっていうのが今からやろうとしてることで、うん、前ついた後で書いて確かめて、まあ、可愛いかなみたいな、うん、確認してから始めますっていう感じです。どうしよう悩むな。なんかこれが鉛筆の線が仕上がりの線で、うん、その今カッターで切ってるのが実際の裁断の線なんだけど、うん、どう縫うかで1センチの縫い代って言うんだけど、のり代みたいな感じ、縫い代にするか 1.5 にするか 1.2 にするかが違って今1で切ったんだけど、1って多分一番ここが1ってことか、ここは1、そうここは1なんだけど、ここの肩の部分なんだけど、綺麗に縫った方が物はよく見えるから、どうしよう、どうで1.2 にしようかな、 1.2 か、悩んでる今すごい渋い緑になったな。なんかおじいちゃんのニットみたいな色になった。
私筆圧が高いからすぐシャーペンの芯がなくなるんです。去年と多分ね、あの怒られる。刀で基本折っちゃいけない。折っちゃいけないんだけど、めっちゃ折ってんだけど、この方早いんだよね。あんまやっちゃいけないんだけど、いちいちやってないですよ。ここを畳むとさ、ここが高くなるじゃん。ここに胸が入る。高さを出すためにダンスを取るんだけど、下に引く順番大体決まってて、最初に後ろの身頃というか服の背中の部分、背中に来る部分を大まかに作った後に前を作って、前後のバランスを取ってできたら次に袖を作る。だから袖を身頃ができないと袖はつけられない。切らないと骨がこう整えないというか、歪みが取りづらくて、耳を切ってちょっと自由にするというか、最初はピンで打つ。こういうのを見ると多分 服作りっぽいなみたいな感じになるのかな、多少ね。一旦外して整えて直したところをやっぱ紙に起こして行ったり来たりする感じ、平面と立体横。
ああ、切っちゃうんだね。ああ、切っちゃうんだね。それっぽく撮れた。
ここにメスがついてて、うん、布の端のピラピラしたやつを立ち落としながら、うん、それでこの手前に溜まってるんですね。そう、ゴミ受けがあって余計な糸とかを落としてくれるっていう。で、仕上がりが綺麗、うん、ただ私はあんまり好きじゃない。そう、早いし簡単なんだけど、あんまり見栄え良くない、安っぽく見えるから、うん、Thank you.